やろ、戦後体験会でやろ。来たよ、店長やだからこいつが俺の世界作るから、こいつの世界作るから。おあれ、え、あれ、あれ、え、あ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 、出たんじゃね、出た、あ、こういう感じ。あ、ブラキーが、ブラキー、ブラキー。おはようございます。ティラッと回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、この動画を撮ったのがね、クロスブレードが始まって少し経ってるんです。はい。で、クロスブレードね、やってはいます。あれ、ただしね、うちの近くは置いてる場所が非常に少なくってじゃあ行列できるんじゃねえかと思ったら、そんなこともなく、ドラゴンボールヒーローズやね、ポケモンを目指すは行列の山。ドラクエっていうのは子供受けが悪いのかもしれません、単純に。そう考えたら別に悪いことではないのかなって自分を納得させます。スキャバトのダメージがでかかったんじゃないでしょうかね。さあ、今日は二人プレイで遊んでいきまーす。いや、今日はね、ちょっとね、二人プレイちょっとね、とあるチームを使いたくなりまして、それをちょっと使ってみたいと思います。ステージ竜王の城じゃん。何出てくんの？クロスベドル竜王シークレットでしょ？何くんの？何くんの？ここで竜王来たら胸やつね。はい。いや、竜王、竜の中の竜出てきたわ。いろんな意味でな。今回使うチームはですね、見てください。店長本日のドラキーです。はい。これね、何のチームかって紹介します。クロスブレードチーム。私のね、ドラゴンクエスト第2の大冒険、クロスブレードのチームですよ。思い出を残した方々ですね。はい。よろしくお願いします。もう一体、僕のね、クロスブレード時代において、確実な思い出を残したモンスターがいます。そう。レンコインの時、そして先行体験会の時からね、まあ、出るに出た、こちら、ギガントドラゴン、ドラゴンレアですよ。俺絶対こいつ使わねえんだけど。いや、強いかもしんねえけどさ。さあ、というわけでクロスブレード第1弾のね、思い出を残したね、この4体で参りたいと思います。よろしくお願いいたします。いや、どうなんだなんか意外とパッと見なんかチームとしてはそこそこいいんだよな、実は。一品チームはちゃんと鳥系チームだしね。地味にちゃんと鳥系チームになったし。来た、店長来ました、先行体験会第1発目出た。店長がいざ、行け、はい、回転好きいけ、あ、もう何をしとるんだ。来たよ、ヘビークロー行きます。行くぜ、16の一撃ヘビークロー。イエーイ、強いな、力は裏切らねえな、パワーがみなぎるいいね、この雑な感じなこの雑な感じね。さあ、そしてね、レンコイン一発目に出たホイミスライム。何も意味のないホイミを連打し、使うことになりました。そしてね、ギガントドラゴンに踏み潰されたモンスター第1号、ドラキー。ちょっとさ、それはちょっとかわいそうなんですけどね。誰、ギガントドラゴンに一発で踏み倒されたモンスターがドラキーですよね。なんでちょっと、このギガントドラゴンドラキーの中は悪いんじゃないかなと。まあ余裕でしょ。そんな余裕。痺れなきゃ全然余裕よ。そうそう。先行体験会でね、ドラゴン領出てやっちまったからね、ギガンドラゴン。ね、そのギガンドラゴンはね、今回味方になって戦ってくる。珍しいよね。てか、俺がギガンドラゴン使うこと珍しいんだよな。いいね。こういう感じで普段使わないモンスターを使っていくっていう動画でね、いい感じじゃないですかね。まあ、とりあえずここはね、飛剣ドラゴンに2回撃ちました。でも、バルバラさん弱点はつきやすい方だから、いけんじゃないかな。ただちょっと耐久不安だね。ホイミスタイムが動いドラキーともにね、打撃耐性があるわけでもなし、ギガントラゴンも打撃耐性ないから、まあ、どうなんだろうね。耐久はまあ波ってとこっすかね。ドラキーの回数 25% をね、見事に活かせない。麻痺はしないから OK。さあ行け、ホイミ。いいよ、ホイミ。必殺闘技いい、ホイミいいよ。ホイミスライムも ひねり潰されとったけど。行け、風をまとって、カック付けや、バギマ撃てや。バギバの店長どうした？ああ、もういいよ、ドラキー。続け。噛みつき攻撃だ。あいでしょ、いいよ。さあ、ギガンドラゴン、ドラゴンレア残ったよ。いけ。来た、ヘビークロー、重量級の一撃。いけ、パワーみなぎるぞ。みなぎろ、いけぜ。力330満ちたれ。334か。いいよ。
ドラゴンね、レアリティで踏み潰すゲームっていうの教えてやれ。このゲームのレアリティってなんだ。あ、強い。あ、強い。押し切ったれ。押し切れるぞ。レアリティで踏み潰すゲームってのを教えてやれ、おめえら。いいぞ。噛みつき。はい、せーの、ドラキ。はい、オッケー、いいよ。さあ、店長続いてやれ。トリケイチーム早いよ。店長、バギマ。来た、バギマ。真空の呪文ゲー。吹き抜けるー。ナイスー、強っ。あ、思ったより強い。450出た。こんなに出るんだ。やるー。弱点取ったけど。黒ブレチーム、これ負けなし説あるわ。待って、黒ブレのチームだからね、弱いわけがないんだよね、よく考えたらね。ん？ん？ いや、あの、レアリティで、あの、いや、レアリティでさ、ゴリ押すゲームって言ったけど、究極限でのズルじゃない？それもうシークレットじゃん。究極限でのズル、なんか究極限出てきた。やべえ。なんか究極、あのさ、ドラゴンレアとかレアのさ、話してたんだけどさ、で、スキャブと話もちょっとしたと思うんすよ。でもこれはダメだろ。究極限出てきた。スキャンパスの究極限35,300円の男来たんだけど。やべ。くっそ、ギガントドラゴン200円のドラゴンだからな。で、ガーゴイル100円だからね。頑張れ、いけるぞ。お、いいよ。そう。石投げろ、お前は。行くぜー。全然効かん。昇降で上がった力を生かしていくしかねえな。行け、いけるぞ。まあ、ワンチャンじゃねえかな、でも。ギガントドラゴンのパワーは裏切らないし、ガーゴイルバギまで安定できんじゃね。260ぐらい出ると思うんですよ。いけ、バギバー。え、いや、全然効かん。マジか。そんなに硬いんか。あ、いいね。グランドクロスならオッケー。全然大丈夫。風のマントしたんでね、1ターン目はもう大体特技いきます。たまにギガデイン飛ぶぐらいですね。オッケー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 。いいよ。いや、でもワンチャンあるな。本当にこれ。耐え切れば、うまいこと耐え切れば、いけると思う。まあまあまあ、ここ多分気がする。オッケーオッケー。全然大丈夫。だから、打点はやっぱり、ギガントドラゴンなんじゃないかな。頼むぜ。スキャバトの究極限に教えてやれ。これがクロスブレイドやっていうの。そう、クロスブレイドだからね。もうスキャバト、おめえの時代終わったんだよ、ドラヤメ。ドラヤメ、おめえの時代終わったの。わかる？スキャバトにお前さ、スコアアタックでさ、散々暴れたじゃん。わかる？お前の時代もう終わったの。今、クロスブレイドの時代なの。わかる？ギガントブレスです。いけー、ネキは口からこぼれてるー。当てろ！オーケー。ここは勇気をうまいこと調整しつつ、弾道攻めていこう。ヘビークロじゃないとダメだね。ヘビークロ会心出やすいから。まあ一応。出やすい方ではあるから。狙っていこう。いけ！吹き抜けるー！んー、でもなー。格好好きで会心だった方がいいかな。凍てつかどうはラッキーです。これはラッキーだね。魔人の方向が一番怖いから。そう、魔人の方向怖すぎなんだよね。大丈夫。次のターンもう一回。打つから。あれ。どうだろうな、でも。うん、ってないね。さあ、頑張って。いいよ、ホイミン。お前はいける。石投げろ、オッケー、ラッキー、ラッキー。いいよ、それ。それナイス。いいよ、取り返す。ここでヘビークロー。会心でね、800打点出ますんでね。一発当てよ、とりあえず。400出るから。それでも、400出るでしょ。そう、400弱。いいよ。大丈夫。2発当て760いいよ。普通にいいよ。いや、みなぎるヘビークロー。いけ、オーケー。オーケー、いいよ、オーケー、オーケー、しかも、マジでオーケー。どうしようかな。4ターン目、でもな、4ターン目を伸ばすわけにもいかねえか。あー、ギランドラゴンかよ、しかも。やべ。大丈夫？それ。あー、よし。いや、守りに出た方がいい。ここは守りで、攻めるか、守るか。SP は。3ターン目、でもさ、そんな耐えないと思うんですよ。さすがにちょっとさ、そんな耐えるわけないんだよな。よくよく考えてみれば。なんでここは守っていいと思う。さすがに4,880ってパッと見余裕あるじゃないですか。テンション上がってるのもあるし、次ギガデインとか、ダブルギガスローでめっちゃ高打点取られちゃうのは、ほぼ負けなんですよね。なんでちょっとここは守ってみようか。いやー、ギガデイン打点っていうのも狙っていいかもなと思ったけど、ギガントブレスになっちゃうとな。さあ、いけ！テンション！格付き！おーいえ、全然効かへん。打撃勝ってーな、ほんとに。まあ、うわ、ラッキー。テンション上がったらグランドクロス、すかすのはラッキー。ちょっと怖いのは、ダークドリアムとしては、あ、4ターン目、5ターン目は、凍てつカードを使うってことですよね。5ターン目は特にね、凍てつカードをめっちゃ使うから、できれば4ターン目に、ね、もう、削り切りたいとこであるんですけど、まあ、ここ防げるのラッキー。多分、これでね、削り負けはしないと思う。
4ターン目5ターン目に削られることはなくなったんですけど、あとはもうダークドライブの行動次第っていうのもあるかな。いいよ、杉谷。しっかりととりあえずとどめ圏内、次のターンでとどめ圏内を持っていきたいところですね。オッケー、ナイス、爆裂拳当てるよ。オッケー、いいよ。はい、オッケー、いいよ。さあ、ギガントラゴンヘビークロー選んでほしいところでしょうな。飽きた飽きた、ヘビークロスのに飽きたんか。当ててくれよ、頼むぞ。それだけの先輩だ。ドラゴンレア、よし、ドラゴンレア。このターンにもうとどめ圏内まで削れるとは思うんですよ、順調に当たればね。で、とどめ系打って終わりのルート。ただ怖いのは凍てつ稼働だよね。凍てつ稼働あるね。高校凍てつ稼働がマジでどうしようもないからな。さあ、このターンは凍てつ稼働が方向のタクンの時に方向引ければいいんだけど。バギマ店長、いいよ。さあ、ダークドレム、あ、動いた、ここで動く。どっち、ギガデインから動いちゃったか。凍てつ稼働かマジの方向はまだ残ってんな。そこ食らうか。まあ、ここ食らうのは大丈夫でしょ。全然大丈夫じゃない。ごめん。全然大丈夫じゃない。誰だ、500食らってんの。誰だ、500を食らったの。いやー、どうしようかな。あー、動いちゃったな。これ、高校凍てつ稼働の場合、やばいぞ。マジの方向ならラッキーです。さあ、16の敵、ヘビークロー、いけ、頑張れ、よし。ここはまずとどめけんない。とどめけんないよ。ただ、凍てつ稼働のことを考えて、もしかしたら削り気になるかもしんないからね。いけ、ドラゴンレアの力で踏みつぶしたれ。ダークドームと同じぐらいの背を持っとるからな。背丈は一緒やからな。あー、そうだよなー、それだよなー。高校凍てつ稼働どうしようもないな、ほんとに。さあ、5ターン目。ワンチャン、あの5ターン目は削られちゃうんじゃないか。ダブルキガスローあるぞ、こいつ。ダブルキガスロー凍てつ稼働のタクか、グランドクラス凍てつ稼働のタクなんで、2回凍てつ稼働を打つ可能性があるんですよ、こいつって。なんでそうなってくると、もしかしたら削り切った方がいいと思う。削り切りも視野に入れないとやばいわ。頼む、ギガントラゴン、お前がなんとかしてくれ。てかこの時点で凍てつ稼働されたらもう勇気たまんないっすね、これじゃあ。うーん、削り切っていくしかねえな、これ。ワンチャン削り切るしかない、本当に。頑張れ、ギガントラゴン。いいよいいよいいよ。いやー、どうなんだろう、削り切りいけんのかな、これ。すげえ、今日いいとこないよ、お前。あ、やったー、それやワンちゃん削り切りに狙えるよ、本当に削り切りに狙える。マジで削り切りに狙えるようになってきた。いいよ !99。これ、鉄カード、んどうだろう。いやー、グランドコースからまず入っていく。で、これ、待って、ギガスロー死なない、ダブルギガスロー死なないこれ。あ、避ける。あー、いや、待って待って待って、ダブルギガスロー死んじゃうじゃないこれ。おー、さあ、まさかのダークドレアム削り切りルート行こう、行ってみようさあ、ダークドレアム削り切りルート、またはね、ダークドレアム最初に動いちゃうと負けです、ほぼさあ行こう。さあ、ダークドレアム削り切りルート行けるか。まずここは断定打点、ヘビークロー次第、これ多分ギガントラゴン次第かもしれん。次やん、オッケー、いいよ。ギガントラゴンが動けばほぼ勝ちか。そうだね、本当に。いや、本人、ここでね、爆裂拳で会心出たらもうロマンよ。いいよ、いいよ、しっかりやってね、せーの。はい、おい、おい、ギガドラゴン、ギガドラゴン、ギガドラゴン、おい、ドラゴンレア、ドラゴンレア何をしてる、おい、ドラゴンレア頑張れ、動けよ、ドラゴンレア動いてくれ。そうすると負けちゃう。あー、ドラゴンレア、ドラゴンレア、あー、避ける、避けます、避けます、飛ばす、飛ばす。なんで急にドレアも速くなってん。まあ、レア度に踏み潰されるのはこういうもんよな。レア度に踏み潰されたら待つろうか。何がドラゴンレアじゃ、この野郎。このゲームわかる？モンバトなの。ギガントラゴン。ちょっと悪いけど、このゲームモンバトなんですよ。ドラゴンレア一体？くだらないよね。うん。わかる？質より量をね。ドラゴンレアじゃないです。このゲームはね、ドラゴンレアとかそんなんないの。すべてのモンスターがね、戦える世界なの。それをちょっとね、どちらが強いか発見させようと思います。はい。レア度が勝つか、モンバトシステムが勝つか、行こう。いや、これバギーも弱点取れるよ、多分。弱点でしょ？あー、弱点じゃない、ごめん。でも350出る。もうお前打撃耐性聞いてっからね。なんかギガントドラゴンになるとさ、ドラゴンダース、キースであった打撃耐性がさ、全部なくなるっていうね。
最初に動いちゃうよ。やっぱ、鳥系はね、鳥系は早いからな、みんな鳥系モンスター。基本みんな称号効果で早くなってるからね。大体高校じゃない、ギガントドラゴン。さ、ヘビークローどんだけ打点出るかよな、でも。いやー、急に、やめてよ、そうやって、ちょっと待って、やめて、いやー、540打撃超弱点の方意味スライムよ。ねえ、やばいって、500とかどんなダメージ、どんなダメージよ、500とか。やめて。死んじゃう、死んじゃう、そんなんしたら。やべえな、ドラゴンレア、俺らを秘密すぎまんまや。ドラゴンレアが俺らを秘密無事に来とる。頑張れ、いけるぞ、お前ら。ギガンドラゴンなんか負けんな。いける。大丈夫、大丈夫。大丈夫だ。このバギーマンが350打点よ。ほら、どうよ。まさに質より量を体現してる戦いだな、もう。でも、わかんないよ。こっち鳥チーム、回避率ありますんでね。ヘビークロー一発避けるだけでだいぶでかいんですよね。このまま行くとヘビークローあと3発で死にますね。避けてくれ、ホイミ。ホイミ、なぜ避けるんだ。ホイミ、回数いくつだっけ？でも、そんな高くはないか。店長！あ、店長やめて！店長！あはは、もうダメ。そうだね。勝負は最後までわからない。わかる？ここからね、逆転するのが醍醐味ですよ。ここから逆転が醍醐味。わかんないよ。ダイオネアに踏み潰される世界線をね、断ち切ってくれよ。いけ！開始一発でだけ違うんじゃね？噛みつき？はい！ホイミサイムが爆裂剣で開始に出すと勝ちですね。どうでしょうか。いけ！日頃、クロスベル、恨み！恨み！恨み！やったー！クロスブレードの恨みを晴らしやがった！